少し値段が下がりましたね。これ去年の倍ぐらいのガソリンですかね。カリフォルニアが前は6ドル超えてたんで倍どころじゃなかったんですよね。ワンガロンがそう去年だったら2割2ドル50か60だったのがつい最近まで6ドル超えてたんですよね。少し下がりました。でもまあそれでも高いですよね。昨年の倍ですよ本当に。だからカスコのガソリンは安いからみんな朝からこんなの来るけど、こんなんいっぱいめちゃくちゃいる。ちょっとぐるぐる回るからあれなんですけど、僕もハイブリッドにしたんですけど、ハイブリッドにしても60ドルかかっちゃいますからね。これまあ60ドルというと日本円で8000円ぐらいかかっちゃいますからね。すごいっしょ。なんかあポルシェのディーラーカスコ、まあ僕は貧乏なんでポルシェなんて買いませんが、まあともかくあのどんどん、こっちの生活を上げていきます。なんかこっちの生活を聞きたいという方が多かったんで、知りたいという方が多かったんで、日本の物価の上がり方に比べたらこっちはもうとんでもなく上がってます。倍です。では